今回の研修、積算の講習の3日間の大きな流れを説明いたします。1、目的で積算の全体のお話を差し上げます。2番、積算を、ということを皆さんお話し,しますけど、積算とは一体何だろうまた、積算と見積もりの違いは何だろうこのあたりのお話をさす。2番でします。3番では、 積算を行うときの流れ、積算だけがポツンとあるんではなくて、前後があります。その積算を学ぶときに出会う用語について、またお話を解説をいたします。四番では、発注者が積算を行います。まあ、それをまとめ上げた設計書。これはまあ独自といいますか、少し、えー、違った書き方をしていますので、慣れておられない方に、その組み立ての説明を。 行います5番、えー、積算は多くの決まりごとで行われております。えー、正確にするためにいろろな手順がきちんと書かれています。ですから、コンピューターの出番ですね、一つ一つ決まってます。その分岐のところに行ったらばきちっと選べば、えー、正解にたどり着くという仕組みですから、まさにコンピューターの出番です。ですから、多くの企業でも導入が進んでおります。えー、6番目。 積算の悩みを一つですけど、いかにしてピタリアと当てるか、その精度を上げるためのお話を差し上げます。7番目は最後に終わりとして講習のまとめのお話をさせていただきます。それでは最初の目的。今回の講習では、 えー、積算とはどんなものかを知り積算の成り立ち注意点を確認し建設現場アシスタントとしての積算の補助を行うための参考になる基礎知識の習得を目指しますところで皆さん次のような疑問はありませんか、えー、まずこの辺りのお話をして、えー、スタートさせていきたいと思います、えー、積算に思うことをいろいろ耳にします えー、積算を命じられたが、えー、どこから始めたらいいかわからないんですけどまた何度か積算をしましたが今一つ、えー、正解にたどり着いてないんですなど積算に関する疑問が皆さんおありと思います、えー、その辺のお話をしばらくちょっと差し上げて次へ行きたいと思います建設業の積算とは一体何だろう、えー さて皆さんこの建設業に何年かおられる方は積算と聞いて、まあ、何をするか当然わかると思いますが他の産業からの方はえ積算ってなんだか難しそうだなということと思いますこの解説そんなに難しくないんですよという解説をこの講習で行いたいと思いますまた積算は一体誰がしているのという疑問、ね、今自分は命じられたけど そま他にもありそうだなということでここでいう公衆の積算は仕事を発注する県鹿児島県ですねこれ今後発注者といいますけどが計算しておられます発注者は、えー、発注者ですからこの工事はきちんとできますとかかる費用を正確に漏れなくまた施工者の現場運営と施工の会社の永続までを考えて きちっとした金額を積算をしてそれで発注どうぞというふうにいたしますその時発注者が公平に積算をするために作成された手引きが土木工事積算基準書なんですえ,え突然とそんな土木工事積算基準書なんていう言葉が出てきたとびっくりされると思いますんですけどこの土木工事積算基準書というのは、えー 実はこの本は積算する方法を書いた千数百ページを優に超える超重たい厚い本です。国土交通省発行のこの土木工事積算基準書は発注者が工事を発注する際に適切な金額でまとめるために書かれております。えー、発注者が工事を企画し発注する時にどなたがこの仕事を施工しませんかと公募するわけですね。 その工具の前にその工事の施工にかかる費用を計算するその時の手引き書なんです。えー、ですからかなり詳しくいろんなことを漏れなく、えー、書かれております。で、これに基づいてきちっと必要なあ費用を漏らすことなく材料、機械、ドームまた現地でかかるいろんな費用を、えー、計算しています。で、現地の 単価を採用して、予測率も決めておられます。1日の仕事量、使用する機械の能力、これは全国平均で、例えば1日あたりどのぐらいの平米数ができる、1日あたりどのぐらいの流米数とかいうように、これも正確に決められた手引きにのっとって計算します。さらに、現場を運営するにはいろんな費用がかかりますね。この費用の経費は 工事の大きさによって率で計算されるようにこの定引書には書かれております、えー、そういうことでこの工事土木工事積算基準書というのがまず今回の積算の一番の大元ですかねバイブルですね、えー、その次になんで私が積算をするのこれは、えー、上司の方から 積算をしてくれって言われたときにえ、なんで私がって疑問を持たれる方が往々におられるということで、ここに書きました。えー、それの積算の目的ですね。先ほどからお話したように、発注者の方が予定金額を積み上げて、これでこういう仕事を企画しました。どうぞ、えー、応募してくださいというふうに広告しますね。発注者が例えば ABC 擁壁工事を発注します。その金額は 県の積算算方式で計算されます、えー、受注を希望される方は、計算するに必要な処理、計算方法はすべて公開されているんですよね。ですから、えー、いくらでできるかなということは、その同じ計算方式にのっとって、えー、計算すると、えー、のっとって、乗っ取らなければ、そのも目的が出てきません。で、皆さんの会社では、この機会、何としても受注すべく。 当然活動すするわけですね、えー、そこのところで、えー、今度は何で私たちが積算するのと、えー、積算を言われた方戸惑っておられる方がおられますそれとベテランでなくてもいいのとこういう疑問もあります、えー、2つ一緒ですけど、えー、この積算先ほどから出てきます土木工事積算基準書に基づいて、えー、計算されております そしていろいろな条件設計条件途中の現地の条件、えー、これもみんな公開されますで,ですからベテランでなくても、えー、把握今言いました条件それから積算する要領の本をきちっと読み取れば現場経験のない方でも、えー、結構というか適材適所で、えー、積算できるんです実はですねこうなったのも、えー 国土交通省が積算こういうふうに仕事を外注する昔は官庁、えー、ですね国とか県とかが各々、えー、発注を自分次元で官営でやっておりましたその後戦後になってどんどん民営になった時に発注するにあたって積算をしましたけど各地がバラバラで同じ用語を使っても適用範囲が違ったりレベルが違ったりするんでこれではまずいなということで統一をずっと図ってきたんです。 でそれがほぼ出来上がりまして、この積算基準書にほとんど盛り込まれました。そうしますと、もう皆さん全国共一統一になったんです。そうするって、しかも、どんどんここではこういう注意をしますよということが書かれてますので、えー、その積算基準書をきちっと読みこなせれば、えー、ベテランでなくてもいいのですね。昔はそういうことがきちっと決まってなかったので、現場を読み解くベテランの人がやっぱりいないと大変な時代がありました。 もそれではまずいということで、えー、全国でたくさんそういう企業も増やすために、えー、こういう統一したことが行われましたので今は当然ベテランの方の力も必要ですよわ、えー、からない時にはそうですけどベテランの方でなくても読み解けばきちっとした成果が出るというような時代になってきておりますのでベテランでなくてもいいですよということです、えー、今お話し,しましたようにね あの先ほどもちょっと言いましたけど、あのこの決まり事がやっぱり正確にするためにたくさん多いんです。それを答えに行き着くまでにいくつもかの扉はありましてね、えー、積算は難しいのではなくて、ややこしいんです。この一番最後のところの、積算は難しそう皆さんおっしゃります。でも、それは難しいのではなくてね、かなりややこしいことは事実なんです。ですから一度 たどり着き方を覚えますと、だから積算を1度か2度しますと、その次の積算のときにはたどり着く方法、どこのページを開けたらだ出てくるのかなとか、あこういう方法で表示したのかなということがわかるんです。で、今回の研修は、そのややこしい森の姿と、途中の道の見つけ方をお教えするというような、えー、イメージのところにあの考えております。えー、そして、 今日が1,2,3とありまして、今日が第1回目第1回目と第2回目は、えー、ほとんど用語とそういういどういう積み上げ方をしているかというところの話になります、えー、すぐに、えー、数字を入れて計算というところは3回目ですねなぜかと言いますと、皆さんもあのスポーツで、えー、面白いスポーツでもルールと用語を知らなければ、本当に面白くもないですし、理解もできませんよね えー、例えば結構難しいルールですサッカーのオフサイド、えーね、これを私はそれこそ何度説明しても理解ができないという、えー、あれは奇襲ということを防ぐためにスキーパーを含めて自分が攻撃する時はその前に2人になければいけないという簡単に言いますとねそういうルールですけどそれがやっぱり学人よりはスポーツを面白くしてるんですけどたくさんそういうことの知識 も必要なので、今回は、えー、ごくごく処方ということから始めますと、こういうどういうふうにして、えー、成り立っているかな、設計がですね、それとどういう用語があるかなというところを2日間、うん、お話しして、最後の3回目のときに、えー、数字を入れて、こういうふうに組み立てますよというお話をする予定でおります。えー、それでは。 積算とは、問題に入りますけど、えー、県、これから今、鹿児島県が主催していただいたので、県が発注するということで、発注者という言い方をします。発注者が発、えー、注する工事で、土木工事、えー、積算ごご失礼、土木工事標準積算基準書に書かれている手順に従い、積み上げ工事を金額を査定します。これを積算 あじゃあ積算とは何ですかという問いもありますので積算を国語辞典で見ますと、えー、数を次々に加えて計算することまたその合計した数値累計だよまた毎月の生産額を積み上げていく積算する、えー、こういう使い方がありますねそれと必要な費用を見積もって計算すること 見積もりなどということととがありりますこうすこ積積算も見積もも見同じ意味ですねところで、えー、積算という言葉は業界の私は業界用語だと思いますねいろいろありますよね業界でしか通じない業界言葉私はこの積算という言葉は業界用語だと思っています、えー、私も入社した頃おい宮下猫持ってこいと言われましたえどこに猫が 持ってこいってていいいなだだそそれれとと思まましたけどそれはまだ私が猫が猫一人車とも知らない時代でしたですから私はその頃、うん、関さんの言葉を聞いた時に関さんという名前の方かかあの話かと思いました。まあ、このようなことで関さんというのもこのげ仕事におられる方はもう当然の話でしょうけど外から来られた方には、えー、何かなということがあるかと思ってこんなお話を差し上げています。 で我々は皆様があ使う積算という言葉、これを館長、えー、発注官長が工事を発注するための金額を計算するときの業界用語というか、そそ発注官長が計算するのを積算です。でえー、ただ今はですと、県が発注する工事で金額を計算するときに、先ほど言いました土木工事標準積算基準書。 書かれている手順に従ってきちっと積み上げていきます。で、えー、この作業を積算とうに定義して今回の講習をしています。あの実はですね、この積算と見積もりという言葉に、えー、先ほど国語時点では同じですよってお話をしましたけど、実はこの業界におられる方は本当にきちっと使い分けてるんですよね。 物、えー、のの本に,によると積算と見積もりの違いを見積もりは計算したところに利益を載せてっていう書き方をしてるところがありますけど私はちょっと違って積算は缶の発注者の積み上げですで、えー、見積もりは、えー、それを施工する方の業者が積み上げです、まあ、そのどこが違うかといいますと、えー 発注者の方の積算はきちっと条件とこの積み上げの基準書に基づいてやってます。そうするとそこに出てくる能率とか効率、それから単価とかそういうものはもう全部決まっております。えー、それをで計算されてこれが標準ですからこのぐらいの金額ですよというふうに先ほど言いましたように公平に計算されています。で受注一方受注する方の 業者が作る見積もりというのは、自分の会社の標準、日本の,あの全国の標準とは違いますよね。もしかしたらいい技術者がいるから早い、いい機会もあるから、ここはうちは効率、やり方もうちはここのところを上手にやってるからということで、えー、能率が違います。そこで作る金額が見積もりです。えー、そこが違うところですね。それを見積もりに対して 当然、会社が運営するための利益を載せているから、皆さんが利益を載せた方が見積もりだよという言い方をするんですけど、私はその元々のいろいろ基準と決まり目、えー、決まりごと、どんなやり方をするか、どんだけの能率かというところが、基準が違うというところを押さえておかないと誤解をすることと思います。で、この業界では、だから皆さん、意外とこの見積もりと、 積算の違う、上手に使い、おら分けておられますね。この辺のところをちょっと理解して、いきたいと思います。ここでですね、ここも一点で同じですけど、えー、受注者、施工者がその会社の能力を生かして積算することを見積もりと言います。と断定しておりますけど、もうほとんどの方がこういう意味合いで使っております。えー 実際そうですよね、どこかの仕事を受けようとするときには見積もり書を出すということは、それはお役所の積算のルールで従ってやるんではなくて、自分の会社ではこれだけでできるよという話ですから、その会社の能力を生かしている、こういうことで、えー、考えて、えー、話を進めたいと思います。えー、人によって、えー、変わる積算の答ええー、これはですね、えー 一生懸命、えー、積算をします、えー、土木の工事において積算を行うものとして、者の発注者の積算にぴたりと合わせることが大目標ですけど、それはなかなかいかないんです。うまくいかない理由はですね、土木工事が一本一本断る一品生産だからです。えー、ですから、積算の専門家もね、ぴたりと合うことはなかなかありませんから、まあ、その辺は安心してというか、えー、自信を持って、えー、積算を ししてほいですねちょ,ちょっとその辺をお話ししますと、えー、例えば自動車とかお菓子とか作る仕事はきちっとした工場の中で、えー、設定した機械で使う材料ももう統一して企画のものを,を,をずっと流してるで使用量も機械で測ってある人も慣れた方がされてるで同じ形の製品のものをある一定のものを作るわけですね。 もう現地に来、えー、まして、えー、いろんな条件が違うんですよね、えー。まずは気象条件が違いますよね。雨が降るときもあるし、えー、風が吹くときもあるし、えー、いろんな条件が違う。ほとんど同じ工事名、何々改良工事1キとかあったとしてもその実際のときは本当にいろんな条件が違うんです。ですから、えー、それを組み上げて間違えないようにいろいろな企画の中で。 えー、先ほど言いました土木工事積算基準書は作られてて土の硬さだとか、えー、量だとかいろんなことを基準を設けてこの範囲はこうですよっていうふうにしてますそれから、えー、能力例えば分かりやすく言うと人が1人で1日でできる仕事はこのぐらいですよもし、えー、土を掘るそう時に1人当たりは1日にどのぐらいの量ができますかっていうのも 全国を調べてきちっと部外かりという言葉を使って一人一日どのぐらいというふうに決めてます。機械の能力もそしてやってます。で、えー、そのようにしてやっとるんですけれど、えー、適用するときにはまたいろんな差が出てきますので、えー、今言いましたように土木工事は本当に条件が一本一本違う一品生産だから積算がなかなか合わないですね。まあ、逆ににこれれは、ね、実際に施工するものを取ってみれば 面白いところなんですけどね同じものを作らないでその現場に即したものを作るということ実す実は土木の醍醐味だと私は思っていますちょっと話を脱線しましたけどえっとそれからうんもうまだ一品生産のほかにも合わない要因がいくつかありますその一つは、えー、積算をするときにもう今はソロバンではなくて、えー、コンピューターとか、えー 計算機に入れますね。これに入力をしているのが人間なんですよね。そして、また、お役所のいろんな資料を基づいて、同じ計算方式で乗っ取ってやっている。受注者の方も人が入れてるんですよね。そこに、ごく普通に言うヒューマンエラーがあります。えー、例えば、本当は百一二三、百二十三と入れないかのところを、一二四と入れてしまったりとかいうことはあります。えー、コンピューターは今、発達してて、間違った値が入ってくると。 ゲートをかけたって跳ねることはありますけどその時は桁数が多いとか、えー、思いもよらない数字の場合はちゃんと弾くようになってますけど123を120としてもとほとんどパスしてしまいますよねですからそういうことの全くのヒューマンエラーそのほかにもですね、えー、この土木積算容量でいろいろ分岐点がたくさんあります。ここまで来た時にはどれを適用するか ここういうううういいい条件ど適用すするかっていうことががたくさん分岐点がありますその分岐点のところで数字とか条件できちっと分けてるんでどちらかを採用するかっていうことになるんですけどこれだけ話してみると当然右左っていうことが出てきますけど実際にこの基準書を見るとこれどっちかなっていうことがあるんですよそれがやっぱり難しいところですねその他に 先ほど言いましたように土木工事は現地でいろんなことが違う条件が違うことに対して、えー、公平にやるためにいろいろな補正のお項目があります後でこれ詳しくうう触れますけど例えばこう同じ、えー、1キロの道路を幅10メートルの道路を作るにしても、えー、修繕するにしても、うん、すごく交通量の多いとこ夜やないかのとこ何もないとこで作るとか全然違いますよねその辺の辺とこの 交通条件のこともありますし、季節のこともありますし、いろんなことの項目が、そのほかに、えー、鹿児島でしたら離島で仕事するときとか、そういう修正項目がたくさんありましてね、これのまた設けられ方の使,とか使い方も決められておりますけど、いろんなやっぱりそれがサインに出てくる原因の一つになります。この辺のたくさんの修正項目の話も後でで差し上げます。でまたもううちょっと大きな状況っていうのはですね えー、これ条件のところでまたお話しさせてあげますけど同じ工事、えー、延長も幅もそれから作るものもほとんど同じ工事だがよくあるんですよところが、えー、前回やった時にはそこの工事を施よとするにあたって工事用の道路がたまたまそこに侵入する道路があったんですねで今回出た工事にはないそうするとそこを入るためには仮設でやるか全 前の工事の現場から入れると場合は利用するかそれによって能率も違いますし工事用道路を作る費用も違ってきますまたこの工事用道路を作る費用というのは実際最後残らないからこれ仮設といって、えー、少し基準の違った形で作って撤去しますからその価値をどうするかということの判断もいろいろありますえー、っとまたですね私の経験したのでは えー、現場に努、えー、力が必要な現場、トンネルの中の舗装をする、こういう現場がありました、長い距離ですね。で、で1回目やったときには、トンネルを作った業者さんの方の、えー、前線をあための電気の配線が残してありました、ずっと壁にですね。で、えー、その次の工事のときには、それがもうすでに、な、ま、ん、あ、かの理由なんでしょう、撤去されてました。仮設に当然見てありますすよとということなんです 延長も長くて、えー、量も多いので、えー、結構数千万円のお金がかかったんですね。その辺の積算もやっぱり違ってきますからこれは読み落とさないようにしないといけませんし、えー、その費用それは、えー、積算の基準に載ってるような工事ではないんですよね仮設の工事ですから。そうすると、えー、そういうことをできる電気の業者さんにこれはどのぐらいできますかっていう見積もりをとって 発注者も積算してるはずですし、えー、今度受ける方もそのような動作をさないかということで、そこで食い違いが出てきたり、結構大きい食い違いが出てくるんですよね。えー、それで残った、えー、そういう仮説を使う場合もあるんですよね、何かの理由で。そうすると残存価値をどのぐらい見るかとそのいろんなことが出てきて、先ほど言いましたように工場で一定のものを作るということとは全然違った感じがあるので、この辺のことも影響してきます。それは、うん、ですから うっころが必要ですねあこれが今先ほど言いました条件の違いで起こるありますよということで積算では小さな補正がありますということも今お話ししましたねそれでですねえっ、ー、とあとでもう一回いくかと思いますけどこういうふうにして積算で,で分かんないことえやってて積算が始まったときにえ分かんない時これをねもう疑問点として質問する時間がありますか それを忘れないでください。これ、これもう一回その話をするつもりです。えー、っと、先ほどの疑問の中で、え、え何のために積算するの当然ですよね。これは入札のために正確な予定金額を得るためです。ねえー、これは、ですから、えー、発注者のおから入札にしませんかって言ったときの条件と、 それから積算算容量を使って一生懸命計すするわけですねそしてそのために一つは正確な予定価格を知るためでこれが分かりますと今度は最低、えー、制限、えー、価格を知ることになりますこれどういうことかといいますと入札ですから普通で考えると安ければいいという考えがありますよねですが私たちの作る仕事は皆さんの作る仕事はインフラですよ、えー、そこに 生活するための大事な施設構造物ですねそれを安ければいいということではならないんですまあ、安ければいい安ければいいから品質が悪くなるというのではなくてきちっと検査でするからあそんなことはないんですけどそれでも期間を短縮してやると性能がもう少し優秀なところがギリギリいっぱいの加,加減でいってしまったりとかあとは。 安くやるためには何らかの無理がありますよね。品質は落とさなくとしても今度は労働的に無理がしたりですから事故のことになることもありますしいろんな無理がかかります。である時にやっぱりそれではおかしいんじゃないかということになりまして法律が改正されて一定の工事の時には特別の契約でこれはいろんな契約で。 あなたに何とかお願いしますという工事とかもっと技術的な工事以外の普通の入札の工事の時には、えー、ある一定の価格よりももうだめですよとそれは品質保証できない、えー、そういう安い金額ですると先ほど言ったようにいろんな問題が起こる、えー、もし労務費なんかも下げてしまうとこれはそのそこの会社に成り立って仕事をして利益を上げてまた次の今度再生産ということなのに その会社がやっっぱ疲弊してってできなくなくってしまうで。土木工事ですからえ地元のいろいろな災害が起きた時の備えに私たちの業界もあるんですけどそれのこともできなくなってしまうそういうことではおかしいということで今下に最低制限入札価格というのがうーできましてこの値を割るともうそれだけで失格ですよっていうですね これは、ね、本当にできるんですかって調査が厳しく入ってね、大変ですよ、えー。それにして今、最低制限価格は入札の価格と連動してるんですよ。入札の価格の何パーセント以下はダメというふうにですね、これも後ででそのダメというなるときの基準もお話しさせてあげます。それから3番の発注者に対して契約内訳を作成するため、まあ、これは仕事が取れたときに、今度仕事を実際しますね。 で例えば土が全部で1万5千0米あったけど今回は3千0米までできたきに土を動かすのには1竜米いくらですよというような契約をするそうするとそれを別ベースにして今月の出来高を作るとかそれがいろんな交渉にありますので打ち内訳を作るんですよねそうするとその時に、えー、お役所の積算が例えば1000円とするけど、えー、受注者の方が えー、全然違った値だといろいろ問題があるんで、きちっと乗っ取った計算式でやって、ほぼ2回やった値になるというところに行かないと、あの一定の幅の中に入らないと契約打ち分けが作れませんからね、これはやっぱりきちっと積算をするという。えー、先ほど言いましたように、積算は、えー、発注者間の積算方式に従ってやることを積算するということから、こういうことが必要な。で、えー、受注できた場合ですよ、の実行参照の目標にする。 ためですこれまあまあごくごく商売系の方に来ますけど仕事を取れた時には今度実際に自分で予算書を作って仕事をするわけですけどねこの時に全くどのぐらいの予算が発注者の方で組まれたか分からないともしかしたら費用的に規制的に短くやってしまって仕事お金がたくさんかかるとかまたは長く やっってて安,安くななしままうととかいろんなことがありますそうすると、えー、ここのところ実行予算の作成した値がいいかなかという目安になりますのでこのために積算します。5番がですね工事の一部を下請けにする下請けに出す時受ける時両方ありますけど設計金額を知るため工事の中には特別に、あのー、受注した会社が しないできないというよりも特殊工事でや他の,その専門業者にお願いするときがあります。どんなのもありますかねまあ信号なんかもそうですね。あとは特別に大きななんかコンクリート構造物をワイヤーソーって切る仕事とかあとガードデルなんかもそうですかね。そういうことをお願いするまたはそこの部分だけをもしかしたら受注するためには。 やっぱ設計計学を知らないと、えー、高く出しすぎたり安すぎたりしますからこれはやっぱり積算をしてやってることでこの部分を知るという出すときにも必要ですし受けるときにも必要です、えー、とこの1番から5番とはちょっと6番は意味合いが違いますけど積算をしますと工事全体が見えるようになるんですよ、えー、私も若い頃入りましてそこそこに最初にされるやりなさいって言われるのは大体測量ですね現場の技術者でした ですから、この現場の測量をしますとね、えー、現場が100メートルであれ、1キロあれ、5キロ、10キロあってもですね、大体どこに何ができるか、どんなふうにできるかっていうのは、やっぱり測量すると理解できます。だから、どんなものを作るかっていうのは、測量をやってますとうかなり現場の全体が分かります。ですがね、欠点はお金が分かんないんです。 工事の進捗これはやっぱり積算をしてるとですねお金の面からその現場の組み立てを知るんで非常にそういう面では、えー、ベタですですからこれは、うん、ううこ,のタイこの仕事の今日の講習の現場アシスタントということからするますと非常に有効なことですねですからこれも皆さんは、えー そ,のそこで積算をずっと続けるか、あるいは、えー、いろいろ勉強して将来現場をするようになるのか、その道はいろいろあるでしょうけど、ここは人に自分の能力を生かせるためのいい,い,いチャンスだと思います。そのことからして、えー、この6番が付け加えたんですけど、えー、皆さん、この仕事を大変な面倒だと思わないで、積,積極的にやってほしいですね。えっ、ー、と、その次は。 石算の流れ、えー、積算の流れといいますのは、ここに石算を色で染めておりますね。石算を当然、誰々さん石算頼むよって言われたんで、石算だけがポツンとあるようなイメージがたくさんあるんです。でも、石算をするためには、この前段階からずっとつながっておりましてですね、で、終わった後もありますよっていう話です。ね、この一連の流れの中にあるんです。 どういうことかといいますと、えー、希望する工事を広告や新聞に注目して、次にこういうことに、そういうことにより、正確な積算をするために、入札資料の入手とその読み込みの現地調査を行います。どういうことかといいますと、積算、あの工事の広告、一い律ついつに発注者が、このような工事、このような大きさの工事を、えー、発注しますから、 ご希望の方は参加願いまますす広告を出しますで自分の会社がそれをするための技術者がいるそれから施工の能力もある会社の規模もあるということが満足しているとこれ進むんですけどさらに前にですね、えー、仕事としては、えー、この広告の前に、えー、年度ほとんど今の発注者は年度当初に 大体このような計画をしてますよというのは、あらかたの計画が発表されることが往々にしてあります。その,その頃からやっぱり見てて、えー、しっかりとこ勉強をしておいて積み上げ、いろんな準備をしていくということが大切ですよということを今お話をさせてげています。で、入札資料を入手しましたら、これの読み込み方がまた大切です。これを次のときにお話します。で、積算をします。終わって、うまく入札しまして、落札しました。 でここで終わりかなと思うんですけど、そうじゃなくて、当然、先ほど言いましたように、実行予算書を作るために、この入札の金額も参考せなきゃいけませんし、施工するときもそうです。で、完成して検査して終わりかっていうと、これまた違うんです。入札が終わってからずっとお金が出ていくところは、入札のに使った金額と合ってるかな、条件も同じでよかったかなってことを見て、記録していかなければダメです。なぜかと言いますと、 また同じような仕事が出ること、また同じ仕事ではなくても、そこの何々営業所とか何々建設事務所から出るときには、そこのやっぱりね、えー、傾向というかうん、少し癖と言っては失礼なんですけどね、ありますから、えー、皆さんそれをよく勉強するためにも、この流れがずっと必要ですよ。ここだけやって終わりということじゃないんです。えー ここですね入札仕様の入手とその読み込み、現地調査をやりますと、あ、今回お話ししましたね、でから落札した工事では、積算の値が月々の出来高集計の基礎になりますよという話は、これも先ほどしました。